チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、電車の案内表示、ローマ字とひらがなだけでいい、ハングルは不要説、についてです。パピコのデザートベジ、紫芋、がちょっとやばいです。ピスタチオ以来のヒットかも、とはしゃいでいるマリナです。今日は、電車の案内表示、についてです。日本の電車では、車内に案内表示装置として、液晶ディスプレイが設置され、次の駅などの情報が表示されています。この案内表示装置は多機能化しており、天気やニュースなどが流れたり、次の駅名が日本語や英語だけでなく、複数の言語で表示される車両もあります。これが日本のネット民の間で、賛否両論を呼んでいるのです。ツイッター民キクさんが投稿したのは、韓国語で表示された、電車内の案内表示ディスプレイの写真です。この写真には日本のネット民から、日本語と英語しか必要ない。あとはせいぜい中国語。なぜ韓国語が必要なのか。急いでいる時に、この画面になるとイライラする、などの反響があり、中には、一体これは何語なの?というコメントまでありました。これには、3666のリツイートがあり、16000のいいねがありました。マリナも、それずっと思っていました。本当にそったね。日本の鉄道のハングル表示は、やめてほしい、のです。日本語と英語だけで十分だと思うのですが、それ以外だと、人口から考えて、まあ、中国語くらいですかね。マリナは、博多に旅行に行った時、交通機関のあらゆるところで、ハングル語が氾濫しているのを思い出しました。ここはどこ?韓国ですかと思いましたよ。今もそうなんでしょうか。たまたま、このような感性が同じ意見を見て、皆様にも、ご意見いただきたく、動画にしてみました。これに対しての日本人の声です。来週に上京予定だけど、これ苦痛なんだよね。視線のタイミング逃すと、全然わかんない。日本語と英語で十分でしょ。日本語から、英語から、中国語から、韓国語と、順番にスクロールさせてるから、パッと見て、役立たないことが頻繁にある、サービスになっていないと思うよ。これ本当に日本の電車内ですか?と思ってしまいまする。こういうの見て思うこと。海外って日本語表記の案内あるの?マレーシアのクアラルンプールの空港では、日本語表示ありました。知らない土地に出向いてる時に、他言語が何個か表示してるとイラってしますわ。早めに見て合ってるか安心したいのに。100歩譲って、外国語をしか指揮することはあっても、日本語表記は常に表示していてほしいです。切り替わりのタイミングで、今知りたい情報を得られません。日本人が日本の電車に乗って、案内表示が外国語ってすごく不便です。マリナだけが思ってたことではないのですね。この内容を見たタイ人のコメントも興味がありましたので、取り上げます。タイ人のコメント。追主さんに賛成。表示が切り替わるのに時間がかかるから、日本語と英語だけで十分だよ。その国の言葉と、英語があれば十分だよ。英語の表示に切り替わるのを待つだけでも長く感じるからね。私たちタイ人がラオス語や、カンボジア語を見るような感じかな。どこの国の文字かはわかるけど、読めないから結局タイ語に切り替わるのを待たなきゃならないよね。だから、その国の言葉と、英語の二つだけで十分だと思うよ。一体いつになったら、タイ語も表示してくれるようになるの?私は日本語が読めないし、英語なんてもっと理解不能なんだよ。この気持ち、わかるな。日本人は英語もわかるからいいけど、英語しかわからない人たちにとっては、日本語のアナウンスの次の英語のアナウンスを、待っている間に、降りる駅を過ぎてしまうかもしれないとドキドキするんだよ。特に初めての場所に行くときは、表示を見逃さないようにって凝視しちゃうんだ。電光掲示板のないローカル電車に乗っているとき、乗り換え案内の、
アナウンスを聞き逃さないように注意していたにもかかわらず、日本語のアナウンスが終わって英語のアナウンスになった時には扉が閉まりかけていて、慌てて飛び降りたことがあるよ。日本語と英語だけで十分だと思うよ。それに追加するなら中国語かな。でも私も英語が表示されるのを待っている間に降りそびれて、もう一周する羽目になったことがあるけどね。いくら日本を訪れる韓国人の数は多いとはいえ、英語だって読めるはずだから、韓国語表記までする必要はないと思うな。早稲田政経、瀬川ゼミ生のウェブマガジン、ワセップの記事によると、JR 東日本に、JR 山手線の車内における、中国語韓国語表示の有無について問い合わせたところ、事故や運転に支障がある状況をお知らせする場合のみ、中国語韓国語の表記があります。一方通常のご案内は、日本語と英語のみとなっております、との回答を得た。また、過去に中国語韓国語での表示がされていた、事実があるかという質問には、過去と現在で、変更はございません、という回答だった。つまり、JR 東日本の回答によれば、通常時は日本語と英語による表示を用いており、過去に中国語と韓国語の表記を使っていたという事実はなかった。したがって、山手線の車内案内から、中国語韓国語の表示がなくなった、という言説は誤りである。それでは、中国語韓国語の表記は、山手線で使われていないのだろうか。JR 東日本の回答から、事故やトラブルなどの異常時に限り、車内表示で、中国語韓国語も使用していることがわかる。また、車内案内以外では、駅根コースなどの案内サイン設備に関して、日本語、英語、中国語、韓国語の4言語を基本として整備を進めているという、JR 東日本からの回答。このように駅根コースの案内サイン設備や緊急時の車内案内などに、中国語韓国語が用いられているため、JR 山手線の車内案内でも常時、中国語韓国語が使われていたという勘違いが起きた可能性がある。中略。なお今後、通常時の車内案内で中国語韓国語を追加する可能性を質問したところ、JR 東日本から、変更の予定はございません、という回答を得た。どうやら、JR 東日本は激しい批判の的ではなかったようです。多分ですけど、日本の鉄道、というのは、都営地下鉄やメトロ、京浜急行や相鉄線などの方が怪しいと思います。今日乗った小田急線は日本語漢字からひらがなからローマ字の表示でした。そういえば、鉄道じゃないけど、マリナは都営バスで、多言語表示のせいで、降り損ねそうになったことがありましたっけ？都営ですね。ツイッター民、ミカさんの投稿によれば、これ、韓国の地下鉄ではなく都営浅草線の車内です。京成の車両、画面が、ドア上に一つだけだから、日本語の表示が出るまで、時間がかかるし、下手すると、写真のように韓国語と中国語のみの表示になります。日本人のこと全く考えていないんですね。憶測の域ですが国交省の、指示指導の可能性が高いと思います。現に現場で働いている方々、車掌、運転士、駅員、からも疑問の声は出ているようなんです。ですが会社の方針イコール国交省の圧力なのかしら。国交省は毎回公明党ですからやってもおかしくはないと思います。ツイッター民、アラミタマ6603の意見では、ハングルは表音文字なので、党の韓国人にとっても、ローマ字表記だけで十分です。しかも、ハングルには日本語地名を表記しきれないことがあるので、なおさらわざわざ採用する必要性がありません。また、別なところでは、都営地下鉄大江戸線も話題になっていました。韓国語とかいらないから、子供向けにひらがなを表示してくれ、という意見が上がっているというものでした。どうやら2002年のサッカー日韓ワールド杯開催が、この事態の引き金になったようですね。ひらがな表記、大事です。ちなみに韓国の地下鉄でも、一部日本語表記があるそうです。ソウルメトロのソウル駅の表示にはカタカナで、ソウルよく、と書いてあるそうです。よく、は駅のこと。ソウル駅、と書きなさいよ。っていうか、ソウル、で良いと思う。
韓国の地図とかにカタカナで、テゴンウォンとあるらしく、大公園と日本語にはせず、ただ韓国語の発音をカタカナにした、という程度のおざなり具合。っていうか、お互いもうやめた方がいいと思うのですけど、どうですか？やめるよ。韓国。やめるよ。ハングル。やめよう陽日。まあ、多分こんなこと行政は聞いてはくださらないのでしょうね。あれだけコケにされて、韓国の、競技団、とやらと面談するだとか。本当ならとんだ大バカ総理大臣です。大バカ総理大臣を持ってしまったことを嘆き、悲しみに暮れているマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。